はいどうも、BK チャンネルの BK です。お久しぶりの動画になるんですけども、そうですね、ちょっと皆様に報告がてらにね、動画を一本作りました。まあ本当にね、大したことない取り付けの動画なんですけども、実はですね、ずいぶん昔にですね、ヤフオクでですね、バモスの、まあ私はバモス乗ってるんですよ。HM1 型のね、前期と後期あるんですけども、まあ大まかに言うとですよ、大まかに言うと前期と後期ってちょっとスタイルが違うんですけども、バモスのターボに乗ってるんですけども、それにですね、実はだいぶ昔なんですけど、ヤフオクでホビオの顔ってね、バモスでもホビオっていうのはちょっと違うんですよね、顔つきが。はい、フロントバンパーと一体型のグリルがついてるんですけども、それをね、もうずいぶん前に買ったんですよ。そうですね、長距離ドライバーやってる頃に買ったんですけども、まあ安かったんで、時間に余裕ができたんで、じゃあそろそろつけてみようかなと。で、もともとシルバーだったんですけども、自分でね、塗装しましてですね、それでやろうかなって本当最初は思ったんですよ。やっぱりね、素人 DIY を歌ってる私としてはですね、ぜひそれをやりたかったんですけども、いろいろ調べたりとかしてるうちに、ちょっとこれ結構難しいんじゃないかと、仕上がりのいいものにしようと思うと、やっぱり車庫がないと辛いかなというところに行き着きました。それで一度ね、近所の板金塗装屋さんに、まあ、連絡しましてですね、ちょっと見てもらいたいものあるんだけどって言ってね、持ってたんですよ。そしたらですね、まあ、これあんまり自分でやらない方がいいと思いますよってやっぱり言われたんですよね。それで一応じゃあお値段いくらですかって言ったら、まあ、これぐらいでできるんですけどいかがですかというふうに言われてですね、今日はねやってもらいました。はい、そしたらね、もう綺麗に仕上がってですね、ちょっと傷んだところもね、パテ埋めしてもらってですね、直していただいて、結構ね、自分の中では安くできたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でそれをね、今からね、取り付けしに行きたいと思います。梅雨でね、ムシムシしてて暑いんですけども、今日天気が良くて青空も出てて、まあ、ちょっと夕方になってきたんで、ちょっとやってみたいなと思います。それでは、失敗するかもしれない、いつも心配な BK ですけども、今回は多分大丈夫だと思います。それでは最後までよろしくお願いします。それでは取り付けしていきたいと思いますと言いながらですね、もうすでにね、元々のバンパーは外しました。まあ、簡単なんですよね、結局もうついてるところはこのね、ボンネット開けて、あ、これですね、ここ1箇所、それと、あ、もう一つここ1箇所で、ここ1箇所で、あとナンバープレートですね。ナンバープレートが3箇所、あ、ここかな、あ、これとこれとこれかな。タイヤハウスに、まあ、1個ね、これタイヤハウス1個です、ここです。で、あら、こっちもね、タイヤハウス、これ運転席側ですけども、まあ、ここに1個あるだけです。まあ本当にね、簡単な作りなんで、パパッとできちゃうんですけども、どんな感じになるのかね、ホビオのバンパーを取り付けていきたいと思います。お待たせしました、こんな感じですね。ででんと、まあ綺麗ですよね。よし、うわ、嬉しいな。よっ、まあ、ネジ止めする前ですけどもね、まあ、こんな感じですね。じゃあ一つ一つね、止めていきたいと思います。どうしようかな、最初はバンパーなかった、最初はね、ナンバープレートからいこうかな、どうしようかな、上からいこうか、よし、上からいきましょうか。まあ、以前ね、ちょっとバンパー外した時にね、一つ割れちゃいましてね、これ一箇所だけこれね、割れちゃって、これは後は大丈夫なんですけども、まあ、あ、ここも欠けとるんか。で、これはね、あ、これ大丈夫なんですよ。ここが一箇所だけ欠けちゃったんですよね。まあ、とりあえずね、はめといて、またね、新しいものを取り寄せてね、取り付けたいと思います。よし。長い間ね、
ほったらかしだったんですよね。まあ、仕事柄ちょっとなかなかね、構えることができなくて、まあ、ずっと長距離行ってて、ね、会社にね、会社っていうか家に帰ってくるのが週に1回ぐらいだったんで、なかなかね、いろんなことできなかったんですけども、まあ、今ね、いろいろできるようになったんで、まあ、こうやってね、構ってるわけなんですけども、よし、よし、入ったな、うん、収まったね。タイヤハウスのところはプラスのネジなんで、まあネジ回しで回すだけですね。あれ、もしやこれバモスと取り付けるところが違いますね。はい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 。ああ、バモスとね、今気がつきました。これバモス、本来バモスにあるところのね、これクリップが入るところがないんですね、これ。ああ、ここでもないもんね。そういうことか。あー、じゃあ頼りないですね、結構ね。うん、バモスの場合はですね、ちょっとマインドバンプ持ってこようか。ここにね、穴が3つあるんですよ。で、ナンバープレート、これがないんですよね。はい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 。あ、そういうことか。はあ、ちょっと弱いですね。上と、そしてですね、タイヤハウスのところのネジだけで止まっているというのが、現状ですね。うん、じゃあこれはどうしよう。まあこうネジ止めだけしてね、終わりたいと思います。ネジ止めっていうのはね、このナンバープレートをつけておしまいしたいと思います。じゃあここ閉めてもいいよね。よし。あ、そういうことか。これつけてみて初めて知りましたね。よいしょ。おうおお、いい感じだ。うん、塗ってもらうときにね、ちゃんとあの板金塗装屋さん出したときに、板金塗装屋さんがね、元々のこの色ね、まあだいぶ色褪せてるんですけども、その色褪せた色と合わせて、合わせた色じゃないとダメだよって言われて、一度預けてですね、色合わせも、してもらいました。よし。だからね、まあ大体似たような感じで来てますね。まあ、塗ったばっかりなんでね、どうしてもねこっちの方が新しく見えますけどね。うん、それはまあしょうがないということで。いや嬉しいな、でも念願かなって、やっとですわ。あ、ここ、ああ、そっか、これね、ナンバーワーク今うるさいんだっけ。ナンバーワークつけたいとこだな。直接なんか塗装したばっかりのところにね、つけるのもなんか忍びないっていうかね。よし、まあ、ここは大丈夫ですね。よし。いやー、新しい、嬉しい。いやー、最高じゃないですか。いや、最初はね、本当に自分でペーパーかけて色を落として純正カラーを購入してましてですね、そしてですね、塗ろうと思ってたんですけど、一応ですね、なんか板金塗装屋さん持ってってから、相談してから決めようと思ってこれ持ってったんですよ。このパーツである、前はシルバーだったんですけども、このパーツ、シルバーのそのフロントバンパーね、それをですね自分でやろうかなって思ってるんですけどって言ったら、やめた方がいいですって言われましたね。何で塗るつもりですかって言われて、まあ一応純正カラー、スプレーで売ってるんで、まあそれでやろうかなと思ってるんですよって言ったら、
いやいや絶対うまくいきませんよっつって、そんなましてや外でやるってまあ保証できませんね私はとかって言われて保証できんちゅうかおすすめしませんって言われました。はい、じゃあここでやってくれたらいくらですかって丁寧に聞きましたらですね、そうですね2万円ぐらいでどうですかって言われたんで、まあ消費税込みで2万2000円だったかな、じゃあそれでお願いしますというふうにねお願いして、まあシルバーの元の色はシルバーだったんですけども、それを出しましてですね、塗っていただきました。はい、いやいいな、これにしたかったんですよこれにというわけでね、取り付け完了。もう全然難しくないですけどね。はい、あとどこでしたっけ、タイヤハウスのとこね、プラスドライバーでピッピッピッってやって、ピッピッピッってやって、まあそれでおしまいです。はい、よいしょ、やったー、着いたー。はい、今ほどね部屋の中戻ってきまして、どうでしたかね。まあ、取り付け自体は本当に簡単で、ちょっとね自分の予想外だったのがネジっていうか、なんていうんですか、クリップですね、クリップを取り付けるところが、バモスは3つあったんですけども、ホビオのそのバンパーにはなかったんですよ。だからねちょっとね取り付けている場所が数が少ないんで、ちょっと不安定なのかなっていうふうに思います。まあこれもねちょっとね後からいろいろ調べてみてね、なんかやり方あるんだったらそれを真似してですね、ちゃんとがっちりとねできるんだったらしようかなというふうに思ってます。はい、まあ、そんな感じでね今回やっと、何年ぐらい前かな買ったの、もう3年ぐらい前かな、ずっとうちに置いてあって、うちの嫁さんに、あんたこれいつ片付けるのっていうか取り付けるんですかって言われて、いやいやちょっと待ってくれと、もうその頃はね本当に自分でマスキングかけて自分で塗装する予定だったんで、まあでもなかなかね、まあ、いろいろ調べてたらやめた方がいい感じになったんで、まあお願いしたんですけどね、まあお願いしてもう正解でした。はい、早くお願いして塗ってもらえばよかったです。はい、まあそんな感じでね、まあ、DIY って言ってもね今回は本当取り付けるだけの DIY だったんですけども、まあ、私のチャンネルではねこうやって、いろんな車のパーツ、そしてですね、バイクのパーツなどを DIY、 素人 DIY でございますけども取り付けてね、下手くそですけどもやったりもしてですね、動画にしてます。あと、研磨剤、オリジナルの研磨剤なんかも昔取った杵塚ではございませんけども、大型トラックに乗ってアルミホイルを磨いてたんで、オリジナルの研磨剤なんかも作って今、まあ、試行錯誤してる最中です。もう少しでできると思うんですけども、そういった情報なんかもこの動画の中で配信してますので、またよかったらですねチャンネル登録、そしてグッドボタン、そしてですねベルマークなんかを押しておいていただければ幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。 BK チャンネルでした。